返っていきたいと思うんですけども、今回ねイーグルの試合もちょっと被ってしまったんで、記事のね紹介をした後にイーグルのマルセイユ戦ですね、こちらのスタッツの方も同時に紹介していきたいなと思います。まずは記事の方からで、こちらは契約に関することですね。三笘薫の契約延長がメガクラブを失望させると、一方で残留を保証するものではないっていうような内容ですね。こちらは5年契約をね締結したのではないかと、イギリスメディアのロンドンワールドが報じたとなっております。まあ、この辺は紹介ですね。今シーズンもここまで3ゴール3アシストみたいな、で契約延長に合意となったようだ。なのでまだ他のところも確認しましたけれども、今この動画を作ってる時点では、確定情報は出てないです。ただおそらく濃厚だろうと。でこの辺はまだいろいろ紹介出た後に、プレミアリーグ最高のウィンガー、マンユーを失望させると銘打ったトピックを、このフットボールトランスファーズが配信と。なるほどね。でしかもマンチェスターの両クラブはこの26歳の日本代表さんに興味を示しており、1月の移籍市場でこの選手の争奪戦を準備しているとの報道もあった。まあ確かにいくつか出てましたね。ちょっとうさんくさかったですけど。でそれに加えて三笘は大幅な賃金上昇が見込まれており、同選手は週給9万ユーロ以上を獲得する予定だと、報酬面の内容も紹介されているとなっております。で契約の方はまあおそらく5年となるだろうと。これね結構ファンの皆さんもねネットとか見ると賛否両論かなり激しかったというか、5年っていうともう骨下手するとうずめるじゃないですけれども、ブライトンでまあ終わっちゃうんじゃないかなとか、その後当然移籍あるでしょうけど、5年後じゃステップアップは当然厳しいですし、ただこの記事の冒頭にもあったように5年契約結んだとはいえ、まあ5年完了するってことはねそんな限らないので、早々にやっぱり欲しければ1年程度でも、契約をして1年程度でももうすぐ獲得に乗り出すとかありますし、まあ給料上がるっつってもねそこ安いんですよね。それでもこれまでに比べれば全然ですけれども、なんか噂では7億円とか8億円ぐらいなんじゃないかみたいなっていうことなんで、全然10億ぐらいは出せるクラブあると思うので、まあ、当然その分ね解除金だとか移籍金の方が高くなっちゃうんですけど、年俸的にはまあライバルクラブは問題ないのかなと。でいろいろ紹介されてる中で、まああと改正での例が挙げられてると。で三笘が残留を保証するものではないっていうところに関して、カイセドも春に契約を更新したがその数ヶ月後にクラブを去ったとして、ブライトンとの契約から間もなくチェルシー移籍となったモイス・カイセドを例えに挙げているっていうこともあるので、まあ、まだまだわからないと。おそらく確定ではまだね出ないですけれども、ほぼほぼ、まあ契約延長の内容は決まってくるというか、まあ、契約延長は確実というか可能性高いのかなと。ただ全然移籍する可能性はありますっていうところで、ただちょっともったいない気がしますよね。三笘選手もここまで契約延長ね、夏には終わると思ったのに伸びたって、もしかしたらステップアップを狙ったのかなっていうのも伺えますし、まだまだその辺は読めないなとは思います。まあブライトンでも全然面白いですし、ね、でまあその上でマンチェスター勢、まあこの先日の動画で紹介しましたけど、まあ両クラブともなかなか個人的にはねはまりづらいというか、まあ、少なくとも現状の、まあ、選手状況を見ると三笘選手が使える場面は限られてくるのかなっていうような紹介だったんで、その辺変わってくればねマンチェスター勢でも十分三笘選手活躍する機会はあるのかではないかなと個人的には思っております。で次の動画はですね、このEL のマルセイユ戦ですね。こちらに関する記事で、試合自体は2対2のドローに終わったと。ただ、三笘選手は EL 初のアシストを決めたとなっております。左サイドで先発出場して、前半19分と20分と立て続けに失点して、追いかける展開で迎えた後半9分見せ場を作ると。ランプティが左サイドの突破からゴールライン、インギバをえぐり三笘へパス、三笘は正確なマイナスの折り返しで、グロースのゴールを演出し初アシストをマークしたと。ただ引き分けっていうのはねなかなか痛いですよね。前回あのアテネに負けてる分、他のアヤックスとアテネかな、あっちの方も確か引き分けとかだったんで、まだ大きな、ね、差は出てないんですけれども、勝ち点的には多分ブライトンが今一番下になっちゃうのかな、まあ、まだまだ序盤なんで分かんないですけどね。でこれに関してアメリカのメディアの CBS スポーツゴラスト
が X でパスカル・グロースを見つけブライトに命綱を与えると速報で、海外の専門サイトでもフットボールリポートが三笘薫マジックを伝えていたとなっております。まあ、ついに、EL の場面でも三笘選手が活躍したというような内容ですね。で早速ね、じゃあそのスタッツとかそういったものを見ていきたいと思います。でこちらで見ると三笘選手は評価 7.3、 あ悪くないですね、むしろ高い。でブライトン側で一番高かったのはそのゴールを決めたグロース、そのアシストをしたと。三笘選手はなので、ブライトンの中では2番目の評価ですね。で中身見ていきましょうか。でこちらを見ていくと、うわ90分出ちゃったのか、しかも結構後ろもマークついてるんで守備もかなり頑張ったんですかね。でタッチ数は48、まあまあまあ。でパス成功率 79% と、まあ前回より上がったけどちょっとまだ低いですね。ただキーパスは2回決めてる。で、あとビッグチャンスも1回作ってると。で、シュートは枠内1回だけか。で、ドリブルは2回中1回成功。で、地上戦は4の2。数がまず少ないですね。全然仕掛けてない。なんだろう、右の方がよく使われたのかな。で、あとは、まあ、ロスト数は減りましたね。14回っていうところで、まずまずかなと。あと、クリア1回、インターセプト2回も決めてるところで、守備にもかなり奮闘したのではないかなと、このマーク見ると、なんとなく想像がつきます。で、さらに、ですね、ソリーマーチとか見ようかな、反対側の。例えば、マーチ見ていくと、まばらですね。なぜか中央とか、この辺、結構守備に回ったのかな、マーチも。マーチは76分までで、タッチ数は37と、まあ、出場時間がね、三笘選手より短いっていうのもあるけど、それにしてもそんな変わらないのかなって。で、パス成功率 64%、あんまりこれはよろしくないですね。で、あとはドリブルも少ないな、マーチにしても。3回中1回の成功。ただ、地上戦の方は三笘選手より全然仕掛けてますね。しかも7回中4回なんで、全然それ自体悪くない。ボールロストも同じく14回と。で、インターセプトはないけど、その代わりタックル2回決めてる、クリアも1回決めてるってとこで、この辺も三笘選手とそこまで差はないんじゃないかなと。ただレートの方では結構開きはあります。まあその分というか、グロースへのアシストがね、その分差がついたのかなと個人的には推測しております。で全体で見ていくと、ブライトンが支配率 54%、 意外と苦戦したんですね。46% か、マルセイガも。ああ、なるほど。だからやっぱ攻撃に合う時間も結構あったんですね。で、シュート数はまさかの合格。で、枠内はブライトンがちょっと上回って5の4と。で、いろいろ気に飛ばして、で、ビッグチャンスは4の2でブライトン。で、ただビッグチャンスのミスは2の0でブライトンとなっちゃってますね。で、パスの方もブライトンにしては少ないです。435本。マルセイは368。かなり、なんだろうな。点数はね、2点入ってるけど、結構、テンションが低めのゲームだったのかなって、個人的には思っちゃうんですね。まあ、見てないんですけどね、ほんと。あとは、パスの方は 85% の 81%。まあ、この辺は。で、ドリブルに関しては 36% の 64% で、マルセイユが、まあ、かなり上回ってしまったっていうところですね。で、空中戦、デュエルに関しても、マルセイユが48の31で上回ってる。空中戦に関しても14の8でマルセイユ。この辺が結構ブライトンが守備に回らざるを得なくなったというか、ポジションし、まあ、ボール支配率が低くなった要因ですかね。で、タックルも17の8と、マルセイユが倍決めてます。ただ、インターセプトは11の6でブライトンが倍近く取ってる。で、クリア、ほんとここマーチと三笘の、ね、タックルとインターセプトそのままって感じです。で、クリア数に関しては13の18で、まさかのブライトンの方が上回るっていうような結果になりました。なんかやっぱ独特なのかな、EL は。ちょっとプレミアリーグとは違った内容にはなってますね。まあ、試合自体はね、まだダイジェストすら私は見てないんですけれども、まあ、ボール支配率から見る通り、マルセイユに結構押し込まれる時間も多かったのかなっていうのが推測できます。まあ、これ見るとそうかな。ただ、後半はかなりブライトンの方が押し込んだんですかね。ブライトンの方が持ってる時間が長かった。この前半、相手がボールね、支配率高かった時に2点取られちゃってるんで、ブライトン最近入りが悪いんですよね、試合の序盤に取られちゃうんで。それがこの試合でも、まあ、顕著に出てしまったっていうところかなと思います。あと、ファティは 6.7 か、で、ウェルベック 6.1、厳しいな。ウェルベックは何を知ったの？まばらですね、結構。縦横無尽に動いてはくれてるってことでしょうけれども。
で、パス成功率83、で、地上戦が11-3、これがちょっと厳しいな。ウェルベックがね、うまく収まらなかったのかな。まあ、あと個人的にはね、なんか視野が広いようで、あんまり視野が広くないってイメージがウェルベックあるんで、まあ、トップの位置を使ってるのはまだいいんですけど、このトップ下でウェルベックが使えてる時とかはなかなか三笘選手を見つけてもらえなかったりだとか、なんだろう、体の向き、ボールもらう時の向きが悪くて片方しか本当見えてない、事前に首振るとかでちゃんと周り把握してないのかなっていうことが多々あるような気がするんで、ちょっとトップ下ね、まあパティはいいんですけれども、別にミルナーとかにちょっと純粋なトップ下なんだかんだで欲しいですよね。こういう連携とか考えると、ウェルベックとあとは何ファーガソン並べたりするんで、何なんだろうってちょっと思ったりすることあるんで、その辺デゼルビなんか改善してくれればなと個人的には思っております。まあ今回の動画は以上ですかね。あとは次がですね、予定リバプール戦ね、確かあるんで、ここですね、10月の8日、22時から、ありがたいですね、見やすい時間で、に、試合がリバプールとあると。で、さらにはね、この日はアーセナルとマンチェスターシティの試合もあるんで、もう個人的にも、もう超楽しみです。まあ、あとはここ、見ていくと、ブライトン内のね、評価は、三笘選手下がってますね、6.75、厳しいな。でジョアン・ペドロが今レートトップになっていると。グロースはねちょっと試合数が最近減ってしまったんでレートの方が下がり気味ですけど、また EL とかも出てきてるんで、でもこれどうなんだろう、リーグ内だけのレートなのかな、だから、グロースが出てないから下がってるのかな、でペドロが上がってきてるというところですかね。まあ今回は以上ですかね。で次はそのブライトン対リバプール戦の方スタッツ動画上げていきますので、チェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。